これはね、もうコーネのね、コスプレしてくれてるいつものお姉さんなんですけど、はい、こちら宣伝ですけど、で、ツリーくんも持っていくかもとのことで、もしかしたらこのツリーくんをつけた美女がいるかもしれないですね。女で見かけたらね、優しくね、声をかけてあげてください。コーデのね、このウォンキーモンキーのさ、コスプレがすごい可愛いんだよ、本当にツリーくんのデカさも結構合ってるんだよな、これ。だいぶデカいんだよね、この被り物がね。ありがとうございます。よろしくお願いします。この真ん中のね、このポーズもね。イエーイってやつね、ホロハニーのやつ。コーデだっけな、この OL みたいなんだよな。衣装がね。ありがとう。次。あ、これ見て。これ。娘のために、ツリーくんのコスプレを制作中とのことで、これも完成してんのかな、娘がね。キラキラしたこの座り方がまたいいよね。めちゃめちゃ可愛いんだけど、これ。やっぱ真顔だね。真顔の方が人気なんか。ね、娘。何させられてるんだろうって感じなのか。あー、クーさんのツリーってなってるのか、どっちかだと思うんですけど、多分、何これなんだろうね、多分ね。何されてるか分かってない様子ですね、これね。ありがとう。みんな喜ぶんじゃないの、これ。かわいいよ、これ。じゃんじゃーん。めちゃくちゃ大好きな、コロさんのホロマット衣装を作りました。こちらで参戦するとのことです。なので見かけたらぜひ、触っちゃダメですよ。あ、なんか、よかったらね、お写真撮りたかったら、写真とかどう、いいですかってちゃんと聞くんよ。わかった？ちゃんと聞くんよ。遠くからパシャじゃダメなのよ。ちゃんとね、お写真撮るときは、聞いてね、お写真ですかって言ってね。コーデがね、こうなっちゃう、多分。ってなっちゃうんだよ、いつも。コミコンとか行くじゃんか。コミコンとか行くんじゃけど、コミコンとか行って、なんかこうやっぱコスプレさん多いんじゃん。スターウォーズのコスプレとかさ、多いじゃん。この前さ、ダース・ベイダーのコスプレしてる人がいて、写真とかでダメですよね、つって。うん、いいよ、つって。